メリッサ・ストックウェルは、アメリカ合衆国のパラ競泳選手、パラトラヤスロン選手。ミシガン州、グランドヘイブン出身。コロラド大学では、予備役商工訓練課程を3年間受け、2002年に、卒業、アメリカ陸軍に入隊した。2004年3月、当時注意だった彼女は、イラク戦争で派遣された先のバグダッドで輸送隊の、警備についていたところ、 沿道にあった爆弾が爆発し左足を失うことになる。その後は、ウォルター・リード・メディカル・アーミー・センターで、手術やリハビリを行い、軍から退いた。彼女のイラクでの貢献に対しアメリカ合衆国より、ブロンズスターメダルとパープルハート賞が贈られた。その後は、リハビリの一環として言っていた競泳で2008年の、北京パラリンピックへの出場が決定する。 100メートル自由型では予選5位、100メートルバタフライでは予選6位、100メートル自由型では予選4位に終わっており、閉会式ではアメリカ選手団の機手を務めた。北京パラリンピックの後にはトライアスロンに目を向け、ブダペストで開催された2010世界トライアスロン選手権シリーズではトライマイナス2クラスで優勝。 2011年と2012年の大会でもタイトルを守った。2016年リオデジャネイロパラリンピックでは PT2 カテゴリーで銅メダルを獲得。2020年東京パラリンピックでは PTS2 カテゴリーで5位となった。ありがとうございます。